箱の魔女と影の魔女が同時に現れていると。テレビの順番的に行くと箱の魔女が先だったかな。箱から行くか。箱といえばさやかが古ぼっこにしたやつじゃないか。今日は何のお話？今日は箱の魔女だよ。今夜あたりに魔女が現れそうなの。それってどっちの魔女なわけ？箱よ。あなたもそのくらいの情報は持っているのね。どういう意味だ？バカにしないでよね。バカにすんなよ。さやかだってマミさんに教えてもらっただけだけど。本当バカだな。私たちだけで大丈夫かな？マミさんたちは？マミさんたちは大丈夫。今もう一方の魔女の結界を見張ってもらっているわ。状況を見て後で合流しましょう。ということは2回戦うんじゃないか。今回の魔女は結界内から全く出てこないタイプと言われているわ。言われているのか。誰が言っているんだ。何それ、隠れてるの？それとも引きこもり？働きたくないでござるってこと？働きたくないでござる。絶対に働きたくないでござる。さやかちゃん、何かいろいろと事情があるんだよ。箱の中から出れないんだよ。窓か、魔女に同情なんかしてんの？私たちで倒さないといけないんだよ。うわひどいこと言ってたからつい。働きたくないでござるっていいことだったもん。どんな相手にも優しいので。ホムラ、魔女の話をしてんのを忘れてない？転校生じゃなくなってる。とにかく魔女は逃げ回るわ。それを念頭に置いて慎重に戦いましょう。逃げるということは追いかければ勝てる。誰かを失うわけにはいかない。ワルプルギスの夜を倒すためには全員の力が必要なのだから。二人いれば余裕じゃなかったっけ。どうかしたの、ホムラちゃん？なんでもないわ。注意は以上よ。お茶を入れるわね、マドカ。マドカマドカって、マドカばっかりひいきして。あ、私も手伝うよ。おーい、私もいるよ。かわいそう、さやかかわいそう。絆上がったね、あれで。さやかとマミがまた一定値超えた。またイベントが始まる。マミさん、強くなる方法を私なりに考えてみました。通覚を遮断してフルボッコにすればいいんだ。へえ、面白そうね。どんな内容なのかしら。やられる前にやる。マミさんと私の二人で同時に敵を攻撃するんです。同時に攻撃？実は前から私も考えていたの。新必殺技？え、そうだったんですか。ミキさんとどう動くかもイメージしてあるのよ。本当ですか。さすがマミさんです。私の何十歩も先に進んでますね。じゃあ試しにやってみましょうか。やってみよう。了解です。え、戦闘するの？あ、そうそう、もう名前もつけてあるのよ。そうですか。名前ですか？使うときはちゃんと声に出すのよ。そうしないと威力半減なんだから。半減するのかい。うひゃ。ティローボールド。どういう意味？ミキさんどうしたの？もっとお腹から声を出さないと。マミさん、もう許してくださいよ。恥ずかしいんですわ。同時攻撃自体はできてるんですからいいじゃないですか。いやいや、ちゃんと叫ばないと威力半分だよ。ダメよ、掛け声もしっかり揃わないと必殺技にならないじゃない。ほらミキさん、もう一度やるわよ。わかりましたよ。ティロボールド。いや、ほとんどマミさんじゃないか。やったわね、ミキさん。私は大切な何かを失った気がします。一体何個失っているんだ。そんなことないわよ。強力な一撃を
敵にお見舞いできるじゃない。アルト三角。なんだか素直に喜べないよ。コンビネーションマジックを使用できるようになりました。どうやって使うんだ。使い方を教えて。箱の魔女の結界に行くぞ。このタイミングで。私の出番ね。いつでも一緒よって言ってたな。聞き取ったぞ今回は。箱がいっぱい。目の前に箱だらけ。パトロール開始。ワイドスラッシュ。慎重に。出ば。よし、ボッコボコだぜ。荒手だ。気をつけて。オンをオフにする。え、意味がなかった。あれ、敵の増援だ。敵が増えた。終わり。電気が、電気攻撃がすごい。また来た。また来た。回復。ワイドスラッシュ。ワイドスラッシュしてるだけで相手は潰れて。敵の増援だ。増援多すぎだろ。ワイドスラッシュ。びっくりした。固まったんかと思ったぞ。どこだ。うわ、新しいのが。あった。適当に切ってるだけで全部終わり。全部倒したな。じゃあ行こう。真ん中は何だったのか。あ、真ん中に今から来たのか。荒手だ。荒手だ。荒手がいっぱい。ワイドスラッシュ。扉が見つかったようだね。扉すぐそこにあったんだね。目の前だ。ここに行くとボスはまだかな。箱の窓2階、出口を見つけて先に進め。時間が短い。避けてみなよ。よし、次だ。すごいな。ワイドスラッシュからの一撃で大抵終わってる。なんか出た。回復アイテムか。だいぶ走ってからのワイドスラッシュ。誰にも当たっていない。うわ、ビーみたい。逃げてんじゃねえ。すごい吹っ飛んだ。さあ、ボスかな。大封印してからの油断しないでいけってことですね。さあ、進む先が出てきたぞ。うわ、新しいのが。まだ新しいって言ったぞ。もしかしてここで戦うの。こんな下に落ちるかもしれないところで空飛ぶと有利じゃないか。違うな。もうゴールは出てるんだ。さあ、あのゴールに行けばいいだけか。ゴールはこっちか。戻ってからのこの左。この左に行くとまた来るんかい。ワイドスラッシュ。ワイドスラッシュでほとんど出てきた。ほぼ死にかけてる。もう終わった。神さんとは何だったのか。アニさん何もしてくれないな。あー、来た。箱の魔女。箱の魔女って何なんだろう。テレビでも作ったか。ま、魔女は どうするさやかちゃん。小さくて早いよね。狭いところに追い詰めましょう。そして飛んでる。これでどう。まずは弱敵を倒すところだ。まさかのレーザービーム。走れ。走ってから
後ろから攻撃、大変。そしてジャンプ攻撃、ライダーの空中攻撃、空中撃するとすごい効果だ。ああ、ああいうことしたのか。空中ぐるぐる攻撃、いい調子じゃないか。よし、二人でコンビネーション攻撃、コンビネーション攻撃どうやってした。画面がおかしくなった。ビータが壊れたか。そんなことなかった。後ろから援護するわね。どこに行った。いたいた。そういう時はシューティングで、さすがシューティングだ。何よ、コンビネーション攻撃か。コンビネーション攻撃か。準備 OK だったな。シューティング攻撃、ジャンプしたら、どこに行った。どこ行った。準備 OK よ。ちょ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 、なんて攻撃、コンビネーション攻撃だ。マミさん、さーて、一丁やっちゃいました。台風、台風で終わりだ。ゴリ押しで余裕だったね。 やったぜ。やったやったよ。君は僕の想定をいつも上回ってくるね。悪いですわ。A だった。レベルアップありがとう。もっと良くなれそうね。箱の魔女チームワーク倒しました。この魔女のグリーフシードを手に入れたぞ。スタン耐性4も上がった。どんどん上がっていくな。あれ、影の魔女は他のメンバーが倒したんかな。